はい、こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今日は、デートのアクティブデート第2弾みたいなので、少し前回、クールな感じのイメージでやったので、今回はそれよりも甘めな感じでやっていきたいと思います。まあデートアレンジっていうか、まあアクティブってまあちょっとつけてるんですけど、まあ、普通に巻き下ろしのスタイルとかでデートでも全然いいと思うんですけど、お外でデートとかだとやっぱり風が強かったりだとか、シチュエーションによっては海の方行ったりとかもあると思うので、その時に髪が崩れたりとかで気を使ったりしなくて済むように、ちょっとそういうアレンジを取り入れてもいいんじゃないかなっていうイメージでこのシチュエーションにしてみました。で、早速やっていきたいと思うんですけど、まあベースに、ミックスで巻いてあります。で、軽くスプレー系のワックスでアレンジしやすいコンディションを作っていきます。で、だいたい頭の鉢植えら辺からちょっと斜め下に向かって髪を取って、ここをゴムで結びます。引き出す。で、前回もお話したかもしれないんですけど、まあ、引き出してこうバランスを崩してバランスを整えていくっていう時に、まあ、頭の形を補正してあげるイメージで引き出してあげるとすごくやりやすいんじゃないかなっていうのと、まあ奥行き、ちょっと毛束に奥行きをつけてメリハリをつけていってあげるとやりやすいかなと思います。で、そこからこのサイドの髪ね、サイドの髪をねじって持っていきます。これをちょっと仮止めしときます、ここに。で、同じように反対側もね、ねじって持っていきます。で、この2つを持ちます。そしたらこれをちょうど結んであるゴムの上で、ゴムで結びます。で、キュッと。で、キュッとしたらねじってきたものを引き出して、まあ、適度に引き出して崩します。で、その下の段。ここも左右同じように取ってねじってねじって。これ正直ねじりが足りなかった時はゴムをこうやって結んであげた後に中に通してあげるとねじりが追加できるので、後から足りなかったなって思った時はそうやってあげてください。
てギュッとして引き出します。で前回のがちょっとクール系のイメージだったので今回は少し甘めにって言ったんですけど、甘々になっちゃうとやっぱりやりすぎた感じというかになってしまうので、そうならないぐらいのアレンジにしたいので、こういうねじったりだとか少しモコモコっとした感じっていうのは少し甘いイメージになりやすいので、そこをうまく取り入れてあげるような感じです。で最後一番下の段ですね、ここも両側あるのでねじってねじって、ここも軽く引き出します。で残ったこの全部の毛先をまとめて、でこうお団子状にして、でこの毛先とかを少し根元にピニングしていきます。1箇所ぐらい止めてあげられればだいたい固定できると思うので、これぐらいの感じかな。で最後こうゴムが見えてたりするようであれば、そこをちょっと崩してあげたり中にグッグッて押し込んだりしてバランスを整えていきますね。はい、じゃあちょっとぐるっと一回回っていただいて、まあ、なんかかしこまりすぎずに、でもちょっと女の子らしさもあるような感じのアレンジで、毛先はほとんどが、まあ遊びでは残ってるんですけど、ほとんどが内側に収まってるスタイルなので、割と風とかいろいろ動いたりしても崩れにくいスタイルなので、こういうスタイルもありかなと思ってやってみました。いかがでしょうか。はい、じゃあ今回こういう形で2スタイル、アクティブデート編ということでやらせていただきました。いかがだったでしょうか。次回は、女子会スタイルみたいな感じで女の子たちで楽しめるようなスタイルを提案していきたいと思います。今日はありがとうございました。